マスクがつせて今日届いたんだべおら小顔マッサージして,てんだけども確かに小さいねおらは一人暮らしだからもう一枚はご近所の子供にあげるの手作りマスク今流行ってんだべパンティーで作った人もいるってから見習って若い頃履っていったパンツで作ってみたいよこれ誰がにあげるべなせっかくのマスクだから 鼻道口ちゃんと折ってただせく外してね。1回の草めで200万個のウイルスが飛び出るって言われてんだ。マスクも万全ではねえから安心しないで正義エチケットを覚え出さねマナー守ってね。